喧嘩上等、鬼上官、加藤清正を怒鳴りつけた豪の者、谷守友とは。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は谷守友について紹介していこうと思います。こちらの武将は正一様よりリクエストをいただきました。動画にさせていただきましたのでお楽しみいただければと思います。豪遊で鳴らした武将がきら星のごとく現れた戦国時代ですが、今回はまさに豪のものといえる武将をご紹介しましょう。彼の名は谷守友。織田、豊臣、徳川に仕えた彼は多くの武功を挙げた猛将です。あの加藤清正を怒鳴りつけたという逸話もあるそうですが、さてどんな武将だったのでしょうか。父は指導術の元祖。谷守友は永禄6年1563年に美濃の豪族谷守義の三男として生まれました。父谷守義はもともとは福田氏に生まれたそうです。しかし叔父の養子となり、その名字である谷の矢野氏を名乗り、後に谷と改姓しました。斎藤道山に仕えた後、織田信長のもとに出仕したようです。石山合戦に参加して武功を挙げ、信長から感情を受けています。その後羽柴秀吉の与力となりました。また守義は指導術の元祖だという説も伝わっています。刀を試す、すなわち試し切りの技のことですが、刀を芸術性ではなく実用性としての性能を評価するための技だったそうで、一族に代々伝わりました。さて守友は天正6年1578年、父が秀吉の与力になった際に共に配下に加わり200石を与えられます。この頃信長は中国攻めを本格化させており、総司令官に任命された秀吉がその役割を果たそうと奮闘しているところでした。そして守友は父と共に秀吉に従い三木合戦に臨むことになるのです。初陣で父を失うもすぐに仇討ちを果たす。三木合戦は秀吉率いる織田勢に対抗する別所長春が三木城に籠城して起きた戦です。秀吉は兵糧攻めをしますが、長春のバックにいる毛利方によって海上や市場のルートで兵糧が密かに運び込まれており、戦況は膠着しそうな状況でした。そのため秀吉は市場をまず攻め落とすことにしたのですが、そこに毛利の軍勢が押し寄せてきたのです。そしてその平田城を守っていたのが守友と父守義でした。守義は毛利勢を相手に奮闘しますが、討ち死にを遂げてしまいます。それを目の当たりにした守友は、これが初陣だったにもかかわらずすぐに父の敵をその場で討ち取り、父の遺体も奪い返したのでした。信長と秀吉はこのことを伝え聞くと、守義の死を惜しむと同時に守友の勇猛さを称えたそうです。そして守友は父守義の本領をそのまま与えられ、17歳にして6200石の主となったのでした。味方の足を引っ張ってでも一番乗り。本能寺の変で信長が倒れた後は守友は秀吉に属し、天下統一戦のほとんどに参加し、秀吉の忠実な手足として働きました。ほぼ毎年大きな戦に参加しており、賤ヶ岳の戦いや長久手合戦、奇襲征伐では根頃衆の精鋭が守る戦国堀城攻めと釈前城攻めに参加し、味方が多大な損害を受ける中奮闘して敵の首を取っています。天正15年1587年の九州征伐では守友の負けん気の強さも発揮されました。岩石城攻めにおいて彼は一番乗りで城へ突入を果たしたのですが、実は先に行こうとした味方の草履を引っ張って転ばせ、その隙に一番乗りしたのだとか。まあそういうこともありますよね。とはいえ秀吉からは一番乗りについてとても褒められたそうですよ。秀吉が草履引っ張り事件を知っていたのかどうかは分かりませんが、
その後は天正18年1590年の小田原征伐の際の伊豆山中条攻めに参加し、文禄の役では渡海して戦いました。死を攻撃できず空気砲を打ち放つ。大恩人である秀吉が亡くなり、一気に世情がきな臭くなってきた頃、森友は自身の身の振り方を考える時に来ていました。そして会津征伐に打って出る徳川家康に同行を申し出たのですが、それは断られ、畿内の守備を命じられています。すると石田三成が挙兵し、一気に畿内の武将たちは西軍へと組み込まれていきました。孤立を避けるため森友は一応西軍に属し、東軍の細川雄斎が守る田辺城を包囲することになったのです。しかしこの戦いは森友にとって全く本意ではありませんでした。というのも雄斎は森友の和歌のお師匠、息子の忠興とも仲が良く、とても城を攻める気にはなれなかったのです。それは西軍の中にいる他の武将たちも同じことでした。当代切っての文化人である雄斎に支持する者が多く、やはり攻撃をためらったのです。そして森友は密かに田辺城内と連絡を取り、攻撃をするふりをすることにしたのでした。空砲を打ち、いかにもめっちゃ攻撃してますよ的な雰囲気を見せたのです。このことは後に谷の空鉄砲と呼ばれました。改易を免れ丹波山が藩主となる。戦後本来ならば西軍に属した森友への処分は厳しいものになるはずでした。しかし細川雄斎、忠興親子が森友の行った空鉄砲のことを家康に報告し、取りなしてくれたおかげで森友は早くから東軍に属する意思があったとみなされ、改易されず領地を安堵されたのです。そして丹波山ヶ藩1万6000石の領地を約束されました。大阪の陣にも参加した森友は、夏の陣には息子たちも連れて行きました。ところがここで馬印を奪われるという不覚を取ってしまいます。これって武士にとってはものすごい恥辱なんですよね。馬印はすぐに取り戻し、大阪城内に突入すると、森友の部隊は敵の首級を数多く挙げました。しかし馬印を奪われたことを恥じた森友は、自身の武功を一切報告しなかったそうです。ただ見ている人はちゃんと見ていたようで、おそらく上に報告してくれたのでしょう。森友は黄金を賜り、徳川秀忠のおとぎ衆に任ぜられました。その後寛永4年1628年に65歳で亡くなっています。加藤清正との逸話。森友の生涯を見てくると、叩き上げの武将という佇まいがイメージできます。ではここで彼の豪気さを表すとっておきの逸話をご紹介しましょう。ある時加藤清正に奉公構えを出された者がおり、森友はその者を召し抱えようとしました。奉公構えとは、主のもとを出奔した家臣が他家に仕えないように出すお触れのようなもの。黒田長政が後藤元次に出したあれです。森友がこの者を召し抱えようとしたとお伝えしましたが、少々異なるケースではこの者が奉公構えを解いてほしいので仲立ちしてくれと、清正とそんなに仲の悪くない細川忠興に泣きつき、忠興が森友に一緒に来てと頼んだことになっています。まあとにかく二人は連れ立って清正の屋敷を訪れることになったのでした。しかし清正はちょうどお風呂の時間、二人はしばらく待たされましたが、風呂上がりの清正がようやくやってくると、忠興は挨拶し、何やらごにょごにょと前置きを始めました。隣にいる森友からすればまだるっこしいことこの上なく、彼はだんだんとイライラしてきます。そしてついに忠興の話が終わるのを待ちきれなくなり、口を開いてしまったのです。あの鬼上官清正に食ってかかる。あやつの方向構えを解いてはいただけませぬか。忠興、
多分この時顔面蒼白。せっかく仕立てに出てうまく情報を引き出そうと思ったのに。すると清正はこう吐き捨てたのです。バカの言うことなど放っておけ。この言葉に森友の顔色が変わりました。すっくと立ち上がり清正に歩み寄ると、なんとその膝を足で押さえ脇差しに手をかけたのです。加藤清正といえば知らない人のない大大名であり、文禄慶長の役での大活躍で鬼上官とまで呼ばれ恐れられた猛将。そんな人を相手にここまでやりますか。清正よ、俺を誰だと思ってそんな暴言を吐いたのだ。慌てたのは忠興。清正もびっくりして、忠興、まずこいつを何とかしてくれと膝を踏んづけられたまま頼みます。そして忠興は頭に血が上った森友に、いやそうじゃなくて、バカって言ったのは方向構えを出されてるやつのことで、お主のことではないってばと説明。ここでようやく誤解が解け、森友は引き下がりました。その後浪人の処遇がどうなったのかは不明ですが、清正は喧嘩下手という噂が広まったそうです。まあその後補足として、喧嘩は下手だけど大将としては上出来でしたということになりましたが、まとめ1、父谷森義は始動術の元祖とも言われ、織田信長に仕えて功績があった。2、初陣で父が討たれるもすぐに仇を討ち意外を取り戻して称賛された。3、どの戦場でも活躍したが味方の草履を引っ張って倒してまで一番乗りを果たしたこともあったという。4、田辺城の戦いでは死細川雄斎を討つことができず空鉄砲を撃った。5、細川雄斎忠興の取りなしにより領地を安堵され丹波ヶ山藩主となった。6、加藤清正との逸話が有名。7、清正に臆することもなく怒鳴りつけたと伝わっている。細川忠興とは本当に仲が良かったようで、後に忠興が家臣に与えた具足の綿棒は森友に似せて作ってあったそうです。忠興曰く、あいつの武勇にあやかるようにとのことらしく、やはり谷森友といえばその武勇が天下に聞こえていたことがわかりますね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。